ミックスジュース、サワーとか飲んでます？カクテル飲んでます？
飲み終わったね。飲み終わった？あ、飲み終わったんだって注文取って。演奏中でもね。演奏中でもね。そうよ、何でもね、演奏中でも何でやろうが注文はしてくださいね、お願いします。あれ、それでね、ちょっと演奏止めます、やっぱり。え、演奏、あれ、演奏中は止めますよね。うん、手上げたら演奏止めるので、オーダーしてくださいね、カウンターで。来客のネタだ。どっかで聞いたことあるんですよ。そういえば4月17日はね、あの、皆さん時間作ってぜひ来てくださいね。ここで告知していいの？しかし17日、来客プラザース、あの、第13回、4回そんなにやってくれるのは、あのざま、あのだけですよね。それとね、ちょっと気がついたんだけど、ついでに言わせてもらうと、あの、皆さんのテーブルの上にジャミンのスケジュール、今月のスケジュールがあるんですけど、なんと明日月曜日、プリンちゃん来たぜ。実はそのご本人、プリンちゃんが見えてたという。ご本人だ。プリンちゃん、明日頑張って。明日ありますからね。あの、もしうっかり来ちゃっても大丈夫です。うっかり来ても大丈夫なので、ぜひ皆さん、うっかり来ちゃってくださいね。何時からですか？19時だからですね。はい、まあその辺で、ね、だいたい19時あたり。今回のゲストはシークレット。シークレット、来た人だけ分かるでしょ。そういう感じなんで、もし明日お暇でしたらゆっかり来ちゃってもらってもいいと思いますんで、よろしくお願いします。じゃあ、次やってみようか。気が済んだ。次はニナさん、ボーカルでお願いします。Thank you.
なんとまだ2ヶ月弱なんでございましてそうです。で、全体の練習が5回しかしなかった。そんなやった？そんなやった。そう、そんなやった。知らないと5回だったし、ゆりちゃんどうしてくれたの、私知らないで怖くないと思う。そうなんでございます。全体練習5回でスタジオにやって、まだ2ヶ月弱のまだまだなバンドでございますが、今後ともどうぞよろしくお願いします。踊ったもん勝ちだよ、楽しんだもん勝ちだね。どん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 飲んでいってね。この方たちバレるね。回転レシーブやってみて。次はアンリース、アーム上からの今行きます。
Thank you.
私は私の上手なのでのいつもやってるじゃないですか。みっちゃん今日花粉症でね。そうなのね、皆さん花粉症持ってます？持ってらっしゃる方治りましたよ。早くね。すごいですね。年齢によって終わっちゃうの。あれ抜けんだね。もう全部出し切っちゃった。出し切っちゃったの。いろんなもの出し切っちゃったもんね。それはいいことね。デトックス、デトックスなんかしたのかしら、姉さん。どうね、皆さんがすごい花粉症で今ちょっと苦しんでまして、私もそうだし、兄さんたちもみんなそうですよね。ごめんね、コラス中に呼べなかった。あ、そうね、花粉タイム OK なので、その時は止めます。ちょっと、5分前に来るんでしょ。ありがとうございます。上から下の顔じゃないです。ティッシュ、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 めっちゃ動きもないじゃん。くーちゃんが見てるこれの仕事じゃないね。そういうのがこうだね。そう、じゃあその感じで次行きましょうかね。次はリベッカのフレンズ。Thank you.
みっちゃん、この歌さ、ああ、なんだろう、これハーフポテトの俺たちってドラムがあったっけ。ああ、知ってる、知ってますよね。ああ、ごめん、生まれてない、生まれてない。僕、ほんで憧れて、あのサンロードのパン屋さんで働いてるんですよ。で、中山みっちゃんを演じたのが僕なんですよ。ああ、励ましてたのちょっとコアな話なんですけど、普通に会話しないで、あの全然、時間まだあるからね。あ、もしかしたら最後の曲じゃないですか。あ、最後の曲でございますね。あ、ごめんなさいね、あの君のモールじゃないんです。うちの上の世代は後ろに来てるよ。縁だけ縄ではございますが、縁だけ縄でございますが、最後の曲になりました。The Alpha の星とのディスタンス。おお、I'm not afraid.
ありがたいんですけど、入ってるよ。ちょっとトイレ。Thank you.
Thank you.